皆様、本日は夢の続きコンサートにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本当に世の中を見てみると、大変なことばっかりで、本当にこう、今までの日常に戻りたいと、そう願わずにはいられない毎日です。しかし、後ろを振り返っても、あの日々は戻ってきません。今、この瞬間を耐える時間、前に向かっていく力、これが本当に今求められていることなんじゃないかなと思います。そしてこういう時こそ夢を見ていたい、こういう時だからこそみんなで励まし合っていたい、そう願わずにはいられません。短い時間ではありますけども、どうぞ皆さん今日はひとときの夢を共に感じていきましょう。それでは聞いてください、夢の続き。挟んだ真夏の二人の写真。